あ、はる、はるはるです。そして本日はゲストがいます。年下の友達ギャルのギャルの友達のギャルの友達はじめまして、アイです。アイちゃんです。結構だいぶ私の差はありますけども仲良しです。先生、薄焼きに今来ておりまして、なんとバギーバギーをしていきたいと思います。イエーイ。ということで、お荷物で千葉県の方までやってきております。で、ここからなんか無料の送迎のあれがあるからちょっと今待っているところでございます。で、そのバギーバギーがなんか普通の道もあるし、で今流行ってるよね、このバギー。流行ってるかもしれない、ね、流行ってるらしいから、ちょっと波に乗っていこうと思うけども、普通の道のコースと、あとはあのヌタヌタコースっていうのがめっちゃ毒まみれになるやつがあるらしく、ちょっとそれはうまくないとヌタヌタコースいけないらしいよね。あ、そう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 、そうよね、クリアしないと、はい、だからまあどっちやるかは分かりませんけども、命がけで頑張っていきたいと思います。頑張りたい。イエーイ。登録登録登録。わあ、着いたよ。すごい、これに乗るんだ。これに乗るんだ。かっけー。うちら行ける。かっけー。はい、で本日のめっちゃ置いてから。やばい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 。あー、待って待ってうわー、すごい。私たちはですね、シマックス東京バギー村さんというところにやってまいりました。すごい、いろんな、すごいね。ねえ、あ、そうなの。お名前がアイちゃん。アイちゃんがいるの。はい、すいません、ございます。じゃあ受付します。同意書なんてものがあるんですね。あるんですね。これは今、これは、あ、ご、あ、五六年。これは五六年。ちょっと、六年かな。六年だっけ？違う？なんかこの前税金納めた時になんか六年だったような気がするんだけど。同意ね、同意。健康ですよ。元気です。さっき二人とおにぎり食べました。怪我は自己責任ですからね。あとバギーもぶつけたら。あ、やばい。あ、やばい、やばい。やばい。行くね。ヌタヌタコースチェック入れてください、だって。え、どうしよう、迷う、やばい。あ、でもそっか、これ入れて。せっかくだから入れてみよう。運転手のスキル次第で遊べない場合もございます。はい。かしこまりました。できました。なので参加さ、あ、5月続きます。じゃあこれも持っていきましょう。いよいよ体験の時でございます。いやー。やばいね。では、はい、これからですね。はい、新人インストラクターの日々さんが説明します。よろしくお願いします。まず、自転車乗ったことありますか？はい、大丈夫。あります。これが、ハンドルで、自転車と同じようにこれで右左曲がっていきます。はい、で、ブレーキがついてます。アクセルは右下にあるこのボタンを押して進みます。親指で押して進みます。で、車乗ったことありますか？乗ったことある方はわかると思うんですけど、これがシフトレバー。うん、乗ったことない方もいると思う。やばい！レバーで前にやると、アクセルを押すと発進できます。で、真ん中だとアクセルを押しても進みません。で、後ろにやる と、バックリバースしてバックすることができます。で、乗るにあたって2つ注意事項があります。1つ目は基本左でブレーキしていただきます。理由がありまして、右でブレーキしてしまうと焦った時に一緒にアクセルも押しちゃって止まらないことがあるのですごい危険なので、基本左でブレーキしてもらうんですけど、一つだけ両方使ってもらうところがあります。一つ、その坂、急な坂があるんですけど、そこは両方のブレーキでアクセルを離して
でいただきます、うん、でもう一つ次に、気をつけてほしいことで、自分が今足を置いているところステップっていうんですけど、そこから足を出さないでください。外に足を出すと後ろのタイヤに足巻き込まれたりなどとても危険なので必ずしまっておいてください。質問は大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。やばいね、怖いね、ドキドキだね。みんな、バギーに乗っていただきます。はい、イエーイ、頑張るでー。免許ないけど怖いね。いやー怖い。そうだね、普通の道はとりあえずしてます。クリアできるようにしよう。練習がちょっと終わり、ぬたぬたコースにやってきました。やばい、うわどこに乗ってた？大丈夫です。Bye.
字のテイ。はい、気を取り直して、そう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 、そう、天然のドロップアックだから、天然のまた綺麗になります、なります、明日しっとり、オッケー、あまあまはるはるチャンネル、どうでしたか？とてもなんかあの泥水を浴びてですね、なんかこう美容の日になったような、なんか明日ツルツルになってそうな感じはしますけども、確かに、はい、で今あのシャワーをしてからあの本場のシャワーに行ってって言われたんですけどシャワーからのシャワーです、なんかこれ無理なんですよね、もう確かに泥をずっと、もともと茶色でしたっけ、まあ淡い茶色ではあったけどベージュっぽさはあったけどもう止まりに止まりまして、あ、もうなんか流しても流しても可愛い茶色い服みたい、これ無理なんだよね、終わりが見えないシャワーの終わりはどこどこなんでしょうかね、どこなんでしょうか、すいません、ね、はい、ね、シャワー室がちゃんとありまして、そこにシャンプーとかトリートメントボディソープもしっかりありまして、で女性専用のトイレと、あとこれがね更衣室なんですけど、女子更衣室、お邪魔します、こちら土足厳禁ですのでちょっと脱いで、めちゃくちゃ涼しい快適なお部屋でございます、ソファーもある、かわいい、すごい洋服もちゃんとかけられるし、あ、ありがたいありがたい、ドライヤーとかもある、え、しかもコテもあるんだ、アイロンもある、すごい、あ、すごいすごい、備品などいろいろありまして、そう、ここがね女性のシャワー室でございます、いや、ありがたい、ここでねちょっとゆっくり準備していきたいと思います、かわいい、かわいい、アイちゃん、あ、この子アイちゃんじゃない、あ、この子アイちゃんじゃないだ、アイちゃん、アイちゃんなんですよ、私、あ、アイちゃん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 コラボ、アイちゃんコラボちょっと怪しいじゃない、気ままなんだ、あ、そうなんだ、かわいい、もう寝ちゃうね、かわいい、ちょっと起きて看板犬として仕事してもらっていいですか、看板犬マックス、もう寝ちゃいます、もう癒されかわいい、ね、しっかりかわいいね、かわいい、安心しきってるもんね最初ね、こんな感じでなんかぐねぐねっと木の周りを回りながら練習してから、いけるなっていう時にぬたぬたに行ったんだよね、スススス、あー楽しそう、みんな慣れてないよ、しかもなんか一緒のチームのね、お友達と出会って、初めましてでめっちゃ仲良くなってインスタまで公開しましたあ、素敵、後ろ姿めっちゃかっこいいね、おい、こんなとこ行ってたんだね、アイちゃんもう後ろ振り返る余裕あったからね、ハルハル、うん、素敵よ、泥かかってますやん、いやー、これもワンチャンいいなー。
楽しそう、風感じてるからめっちゃいい。楽しそう、うちらこんな写真まで撮ってくれてた、もう記憶ないもんすごい素敵。1個入れよう。ああいいね。本日教えてもらったお姉さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかった。よかったです。仲良くなっちゃったありがとうございます。また来ます。本当ですか、ね、また来ます。また来ます。ピザやりたい。ピザ美味しいんでやってください。また体験に行きたいと思います。ありがとうございます。お腹すいたんでこちら行きます。ラーメン、イエイ、金白、いやいや、美味しそう。行ってきます。はい、完成。はい、うめー。バギー村のスタッフさんが優しすぎて、優しいね。友達になります。友達になっちゃったインスタ公開し始めて、そうそうそうガストローだった。めっちゃお酒見てるのこれ、アルコール入ってる。これ入っちゃってるから。なんだ、もう眠くなってきちゃった。やばい、眠くなってきちゃった。やばいよ。あいちゃん、うまかったね。うまかった、うまかった。ブブシにしてはスイスなんですか。乗りこなしてて結構な勢いでやるのね。途中から山道から片付けても行くのかな。動画撮ろうかなって思ってます。落としたら怖いから、ちょっと怖いからね。ラッキーとかっちゃうね。なんか発散できたわ、ね、非日常的すぎてさ、大自然の中さ、ね、ずっとストロー開けられない。ありがとうございます。結構重かったな。重かった、ずっと面白かった。泥入ってよかったね、泥やってた。骨とか、マジでよかった。あれ、やっぱやらないようにやった方が全部なんか 100% 満喫できた、ね。いやー、めっちゃ楽しかった。写真が楽しみですね。ー、まあ、この写真がなんか買えたので、しかも Google の口コミでやったら1人3枚まで無料でゲットできて、で1枚あたり200円でも買えたから、ちょっといくつかチョイスしたので、エンディングの人のおまけで思い出写真をふわっと流したいと思います。あ、そう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 、こんな感じで選んだからね。愛ちゃんのラーメン来ました。おいしそう。味玉のファイターラーメン、おいしそう。あー、すごいおいしそう。佐々木のトマトクリームラーメンです。では、いただきます。めっちゃおしゃれなラーメン。あんまり食べない。本当？うん。大丈夫。おいしい。めっちゃおいしい。鶏の出汁と濃厚な泥かかりすぎて、ちょっと泥本当に一番臭いじゃないですか。衝撃映像だったの。なんかこんなことになってたみたいな。いや、人生で最初の泥。本日も
動画はですね、バギー体験動画でございました。とても楽しくって、なんかいい人ばっかりで、出会いもすごい素敵な出会いもね、たくさんあったから、もうすごいハッピーな一日でした。ぜひ皆さんも気になった方はぬたぬたコースで食べてください。はい、ここは何屋さんですか？ペットロード。こちらの、かわいいね、こちらのお店でデザート食べちゃいます。にゃー、これがピーチウーロンです。カシスオレンジです。カシスオレンジと、こちらが塩キャラメルプリン。でしかもなんかちゃんとすごい人気だよね。この岩塩塩をかけてるんだって、プリンに。岩塩なんだ、すごいじゃん。チェーズ。チェーズ。久々に飲んだピーチウーロンで、うん、うまい。久々です。この YouTuber してる。 YouTuber してますよ。あ、ハッシュタグ恋プリ、恋プリって書いてある。かわいいやん。恋が始まるプリンってことですかね。そうですかね、うん、はい、じゃあまず普通にいただきます。普通にいただきます。うん、あ、結構大人やん。なんか苦味がすごいしっかり効いてるやつだ。濃い、濃いね。美味しい。あ、めっちゃ好き。こうやっていい？塩プリン。うん。まあ塩だよね。まあ塩だよね。まあ塩きた。まあ塩きた。食レポ0点。塩だよね。塩だよね。入れすぎた。でも全然いいと思う。なんか苦味がさ、これ結構強いね。マイルド。どうですか？確かに塩。塩だよね。確かに塩。まあ、夏ですしね。塩分大事ですから。でもなんか美味しいよね。おしゃれな食べ方。おしゃれです、とっても。早い。え、どっちが好きだった？塩ありとなし。なし。あ、なしの方が好きだったんだ。まさかのいらない感じ。美味しい。美味しい。めっちゃ美味しい。食べたよね。ラーメンいっぱい食べてんのよ。ラーメンいっぱい食べてんのよ、うちら。忘れたんかい？でも愛ちゃんすごい。マジさん結構食べるじゃん。なんか常に頬張ってるイメージなのよ、私。ずっと食べてるイメージがすごいあるんだけど、スタイルキープの秘訣は、愛ちゃんの美の秘訣はいかが、いかがですか？秘訣ないな。あ、もう元からの天然素材ということですか？あ、でも運動してると言ったら、でもたまーにトレーニングはしてるよ。トレーニングちょいちょいです。うん、どんなしっかりしっかりがっつりしてますよ。これからがっつりしたいなって感じかな。でもここまでね、ちょっと元の素材も良すぎるんだと思うんだよね。もう元のあの、なんつうの、スタイル、なんていうの、もう骨格っていうのか、骨格が大成功されてるから、ちょっとの運動でいいんだよ。ちょっとのいいね、運動で、全然。あ、だから若くていいよ。いいよ。ダンスも高校生の時は毎日してたけど、最近は、しかしてないから。あ、ダンスもね、なんかしてたって言っててさ、あの、たまにインスタで見ますよ。あ、なんかあの、昨日夜なんか寝る直前とかになんかうっすら目でインスタ見てたら、あいちゃん踊ってて、え、それいつ踊って、今踊ってんのかな、明日バギーあるけどって思いながら。あれはあの
いつ前の日、いつの日かの、ね、あ、そうなんだ。もう眠くなりながらも、あいちゃん踊ってるわ、元気やなって思って寝た。でもそう、なんか急に、あ、これいいな、踊りたいなってなったら、うん、もう、あ、家の屋上なんですけど、ね、あ、そう、そうなの。屋上のいいな。そう、屋上にパラーって行って、いいね。いや、そうやってなんかたまに体を動かして、素晴らしい。しなくなったし、あ、今度ダンス企画もいいね。しようよ。え、歌もやりたい。あ、え、いいよ。え、歌も、そうそう、アイドル歌うまいので、いや、ほんとそうやん。だから歌もやりたいし、踊りたいし、ちょっとやってみようか。あの、年の差コンビでコラボ、いつの日かあるかも。かもかもだよ。わかんないけど、それわかんないですけど、ごちそうさまでした。それでは、以上、カレハルチャンネルでした。またね。アイちゃん、ありがとうね。失礼。また出てね。ありがとう。今日のおまけ。覗いてみてね。それでは、またねー。